誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。성경에이르되누구든지그를믿는자는부끄러움을당하지아니하리라하니유대인이나헬라인이나차별이없습니다한분이신주께서모든사람의주가되사그를부르는모든사람에게부여하시도다누구든지주의이름을부르는자는구원을받으리라그런즉그들이믿지아니하는일을어찌믿으리요듣지못한일을어찌믿으리요아니다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 어제한국은비가왔었죠저기서잡히잖아하면전부다비가비비내려가서비가비가비가